ヒカキン TV Everyday。 今の YouTube。 どうもヒカキンです。この間マスオさんと一緒に上野行った時に山城屋っておもちゃ屋で見つけて買ってきました。おーい、うなっせー、うなっせー、うなっせー、じゃじゃじゃん、ふなっしーぐるぐるぬいぐるみ。皆さんもご存知の船橋市非公認、ひゃーはー、ハグスティックのせー。まあそのふなっしーグッズの中にもなんかフォルムがあるんですよ。例えばちっちゃいふなっしーのお人形さんはちょっと細いとかね、もうちょっとこの顔の横幅がスリムとかね。でもこいつがなんか一番丸っこくて、これ横から見てもわかると思うんですけど、なんかほら丸っこくて可愛かったんですよね。まあ以前僕動画でも流しました通り、東京おもちゃショーのイベントでふなっしーとコラボしたことがあります。だからね、もう間近で本物のふなっしーの動きを見たことがあるんです。だからこのぐるぐるぬいぐるみがどこまで本物にね近い動きをできるのかと、そこを楽しみに買ってきました。なにブシャーンブシャーン。おー、かわいいぞ、やっぱりやっぱりかわいいぞ。なんかかわいいよ、ほらなんか普通のよりちょっと丸くない？これ後ろもなんか機械入ってるから膨らんでるからさ、なんかちょっともうフォルムがなんかボコってしてる。でもかわいいぞ、なんかほら大きさもちょっとね、でかくてかわいいよ。開けてみます。ビー、そんなバカな。野球ボールみたいに出てきたんだけど。あ、これじゃ抜いても普通のお人形として使えるんだね。あ、そうすると変な膨らみなくなるね。うん、すげえ、これだけでもいいよね。はい、こちらにはですね、単三電池を3本入れると動くみたいです。ちょっと分解します。しっかりしたドライバーがないんですよね、うち。開くかな、これ。あ、開くね。お、取れそうです。お、取れた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 、取れました取れました取れました。さらにここのネジを取ります。なんて入念な作りになってんだ。わあ、あ、来た。はい、炭酸3本。はっ、炭酸じゃねえのかよ。炭4。通りで細いと思った。しかし運よく家のエアコンのリモコン用に炭4も買ってきてた。よかった。ということで訂正します。単4が3本です。はい、単4が3本。はい、ブーンとかなりそうで怖いね、これね。閉めます。これオンのボタン押しちゃいそうで怖い。うわオン押しちゃったのかな今。びっくりした。あー、びっくりした。必ずオフの状態で電源入れてくださいって書いてある。意味が分かったね。メカをぬいぐるみの中に戻しスイッチを入れて遊びます。これ中でボタン押すの難しくないか。ボタンこれだからね。ああ、こんなになってる。こんなになってる。この状態で閉めてブスって押せってことかな。回っちゃったら押せないけどね。まあそんなもんか。よいしょ。はい、閉まりました。準備完了。それじゃあ動かしてみます。3、2、1、ゴー。すげえ、すごい。お、あばばばばばば、あば、あやややや、あやや、あややさ、あややさい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 。すごいね。やっぱり説明書に書いてある通り、オンにしといて動き出して止まんねえじゃんと思ったら勝手に止まるんだね、しばらくすると。でもう一回チョンってつつくとまた動き出す。それもあのボールの芯が回るから、ふなっしーもなんかね回るね。ただゴツゴツ言うね、なんかこの中のボールが。やっぱスイッチが見つけづらい。来た、いや。すげえ。こっちにやるとゴツゴツするから。あ、あれ、
ああ、動いちゃう。止まってくれ。もういい、止めるしかねえよ。本物のフラッシュみたい、暴走してる。いい意味で本物と似てる。そっとそっと。あ、よし、置けた置けた置けた。なんかこの姿悲しいな。チーンって感じだな。はい、もうちょっとアップでお見せしましょう。いきます。ツン。あれ、おちんちん。ちょっと待って、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 元気よすぎだろ。こっちやつガタ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 。本当にリアルのフナッシーに似てるな。この暴走感は素晴らしいね。これボタンが押せなくて切れないんだよね。振動で動き出すからさ。ああ、ほら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 、マッサージ機みたいになってる。取り出すしかないんだよこれもう。あーあーあーああ、生まれる生まれる生まれる、ああ生まれた。よいしょ。ちょっと厄介だなこれ、やっぱり。はい、でもまあざっとこんな感じですね。うん、まあ大人でもフナッシー好きの方ならまあ全然普通に買うと思うんですが、まあフナッシーとかね、ゆるキャラとかよくわかんないくらいちっちゃいお子様でも喜びそうかなって思いました。まあとりあえずフローリングで動かすと、こっち側が当たるとゴツゴツするのだけね、なんとかしたいところですけどね。まあそれ以外はすごいいいですね。まあカーペットとか敷けば全然問題ないですね。まあでもこの動きを抜きにしても、やっぱり僕はこのフォルムがもうすでに好きです。あの丸っこいのがね、ブーンと大豆かけんずポーイント、プッナインティーン、カッカッカッカなんなければ100点かな。うん、動画説明欄の方に Amazon の商品ページのリンク貼っておきますので、気になる方ぜひぜひチェックしてみてください。バイ。Good.